はい、皆さんこんにちは、ピアノ .com の石山です。BL31 の消音付きのご案内ですね。もともとね、消音これついてなかったんですけれども、つけたんです。新品をですね、ここにつけました。これマジックスターという最新型のものですけどね、スライド式になってましてね、すごくね、いい消音ユニットなんですよ。でもうピアノ .com ではこれをね、もう消音はもう全部これをつけてますね。この、初期設定は後からできるということで、ピアノにぴったりのですね、その、まあ、バランスのいい音が出せるということでですね、やってます。で、ここにこういうのがあって、ここにヘッドホンもねかけられるようになってますね。そしてちょっと暗いですけど、ここにレバーがついてまして、レバーをカチッとやりますとですね、あの音が消えるという、これかわいいですよね。出ますでしょ。レバーをカチッとやりますと、はい、音が出なくなりましたね。まあ、こういうあの構造になっています。ヘッドホンから、まあ、音が出ると。あと、あのヘッドホンが嫌いな方はですね、まあ、パソコン用のスピーカーをヘッドホンジャックにさせば小さな音で演奏ができるという、ね、ものです。ですね、25万8000円で出しておりますね。説明書とかそういうのはこの辺で、ね、全部入ってますね。じゃあ、あの消音ではない状態の時の音をね、聞いていただきたいと思います。うちの社員の宮本純子が演奏します。はい、それでは宮本純子が暗い曲を弾きます。暗いですけども、後半なかなかね、綺麗でいいんですよ。久石譲の私は貝になりたいのテーマ曲です。私は会員になりたいのテーマ曲、はい、彼女が耳コピしたというね曲ですね。聴いてください。綺麗な曲ですね、はい、どうですか、お気に入り。曲は分かりました。ピアノはどうですか。ピアノ結構まどやかな音なんで、低音がしっくりくるピアノだと思います。優しい音ですね。です耳にキンキン来ないからね。来ないです。いいですね。タッチはどうですか。タッチも結構軽やかですね。まどやかやけど、軽やかで弾きやすいピアノだと思います。はい、ということです。うちの名ピアニストがそのように言っております。BL の31の消音ユニット、新品の消音ユニット付きのピアノのご説明でした。